はい、どうもです、ドラフト高卒のみでペナントを制す、日本シリーズやっていきたいと思います。これで勝ったら終わりです。相手は大山とか吉田とかがいるな。西川ってあれかな、カープの西川かな。高橋レイもいる。アンダーで140ぐらい投げるやつだな。ゼフ長名倉か。これ校長渡井を使うべきだな。ゼフ長名倉は変えて、ここで柏原使うか。どうしよう、ここで誰使おう。ここはまあ猪狩だよ。で出口をサードに。あ、渡引回復したんだっけ。渡引まだ怪我回復してないのか、したのか、してないのか、どっちだ、してないのかな、まだ。あ、そうだ、本拠地か。最初ここ勝ちたいね。2連勝したいな。よし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 、あとは抑えるだけ。オッケー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 、まず1勝、しかも完封。日本シリーズは1試合ずつ1軍メンバーが変えれるんで、登板してそこ抹消してもいいよな。中継ぎ増やしとこうか。いや別に1回増やさなくて、でもこんだけいたらいいや。毎日メンバー入れ替えていこうか。絶好調の選手を使っていこう。絶好調いる？絶好調がいたら上げていこう。渡引、そう、渡引上げないと。キャッチャーが足りねえ。名倉の絶不調が残ってたらいいんだけどな。よし、ちょっと待って、誰試合に参加できるのは25人まで。え、マジでそんなのあんの。じゃあ1人2軍落とさないと。へえ、そんなのあったんだ。1軍に上げすぎると逆にダメなんだ。これでいいよな。柏原絶好調使うか。これ代打、まあ、どっから代打だろうな。どっから代打で使うしかない。鈴江使おう。どっかで代打あるよ。絶好調、絶好調男は使っていかないともったいないからね。よし、いけいけ、同点。よしよしよし、あー点取られる。よし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 、順調すぎる、怖すぎる、順調。ここ2連勝って怖いな。相手の本拠地です。お、ここで原山がスラップから出ました。帰ってきた男原山、そして名倉が絶不調。一回2軍に落ちるか。友田の能力下がってるよな。名倉は、お、名倉が2軍に落ちたことによって調子を上げてきた。ちょっと誰を下げるか。守備要員でヒロキ入れたいしね。ここは柏原だな。先発は、誰行く先発。猪俣中継ぎでいてほしいんだよな。渡井、まあ3人目は順調にいけば青沼だよな。じゃあ青沼行こう。片岡は絶不調だな、ずっと。青沼で秋吉が2軍、2軍っていうかベンチか。あ、そうか、 DH ありか。DH あるのオーダー組んでなかったよな、ちゃんと。DH 誰を使うかな。猪狩か。出口 DH にして猪狩をファースト使おう。これでいこう。
とも好調友田を使いますか。渡引絶好調。高橋周平か。DH、 4番 DH 高橋周平。怖いな。クラブシリーズあんだけ接戦だったら、日本シリーズが急にこんなサクサク勝ってたら逆に不安なんだよな。あーや、出た出た、出ました出ました。よし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 、勝ち越そう。期待の逸材森笠、今日はここまで3打数2安打、3打数2安打、3本目。いやー、キーン、これでワンアウト、ランナーキーン。見ようか相手。西川は、あ、カープの西川だな。で、太田はヤクルトの太田か。ソフトバンク、ソフトバンクちゃうわ。日本ハムからヤクルトに行った太田。そしてキー。おー、で、周平だよな。周平、イグサ、守備がうまい。あ、大山、大山 B と A になるんだ。リセボーアンダの好打者。思ったより違うタイプになってるよな。パワーヒッターになってないんだ。うわ、守備くっそうまい。吉田正尚怪我した。やったぜ。ここで相手を潰す。ここで吉田正尚を潰しておいたらでかい。田浦君だ。田浦君もっと伸びるでしょう。育成下手か ?36 歳。松田。ソフトバンク結構打者入る気全然いなくねえか。外人とかどっかから取った選手とかばっかりだ。投げた。2球目ストライク。渡引き。頼むぞ、絶好調。絶好調、渡引きなら打てる。三振もついてないし、扇風機もついてないしな。対左 B。リワルゴム15本。谷繁。やいよけい。はい、点差。はい、ここから神の上位打線。3割4分2厘9本。うちの上位打線は強いよ。さあ次の投球、特に腰なんて首位打者狙う。首位打者を打った。当たりだ。センター前に出る。ここは慎重にボールを取りました。ここは意地を見せてほしい。バッター三王の走り屋、だんだんから3割いったんだ。3割15本が続いています。外れたボール、横溝。第2球投げた。うわー、それ振っちゃう。背番号25番を背負うもの、新井みたいな感じだな。投げました。まあ、ショートで3割15本で全然タイプ的には違うけど。オッケー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 。いいぞいいぞ。難しい球はファールでいい。打てる球だけ打っていこう。抜けろ。落ちろ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 。よし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 、危ねえ危ねえ。ここでします。3割13本。今日はここまで4打数2安打。第9投げました。初球抜けろ。あー、ゲームセット。当たり良かったんだけどな。紙一重だったな。怖いなこれ。相手の本拠地で一緒戦負けると、この負けがズル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 いって、肩が止まるの。トマダ何やってるんだ。肩下がったり上がった上がったり。長岡、長岡先発どう、どう。次先発誰なんだろう。匠か。長岡でよくねえか。それだったら長岡でいいべ。先発長岡。小田が絶好調。小田あげよう。ODA あげよう。ヒロキは守備要員でいるとして H5 下がろうか。長岡入りの DH で小田使おうかな。いや、セカンド小田でいいや。絶好調やっぱ使っていこう。頼む。なんか起爆剤が欲しいね。まあそれが先発の長岡であってくれたらいいんだけど、今日先発長岡。普段は勝ちパターンをやっているが、先発もできます。そして絶好調なんで先発をやらせます。いい感じいい感じいい感じ。よーし、長岡完投。起用が当たったな。
これ先発長岡の起用が当たりました。俺の監督の勝ちだなこれは。で長岡にはここで井上先発あるじゃない、絶好調で乱調消えてるんで、じゃあ小田下がれ、いい小田下がって、小田には一回下がってもらう。井上先発、中継ぎ陣も全然疲弊してないんでね、使ってないから9番に置きたいな。9番に足があるやつ起きて、お茎を使ってきた。あれうち今3勝だよな。ああと1勝じゃん。よし、やっぱ相手の敵地でな1勝できたのはでかいね。まあもともと本拠地で2勝したからな。ここ勝ったら優勝です。いけるいけるいける、いけるぞ。猪俣行こう。ランチを消えてる絶好調ならまだお前にやってもらいたい。俺は今日はここまで3打数1安打。鶴岡投げました。カットボールはボール、対左で B だしね。そして逃げ球を持っております。投げた、打ちました、いい当たり、取れる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 、さあ取る気がない。もうちょい前に近づこうぜ。フェイスのもうちょいフェイスの際に近づいてもいいんじゃないか。怖いなこれ。いけるぞ猪俣。第2球投げた、直球見送ってストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、よし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 、ストレートでタイミング合ってないよ。ここでも速いストレート。これから5球目、なんでタイミング合わせてくる。さっき全然合わなかったのに。二塁アウト、よしよしいいぞ。シングルで止めた。3点ある、3点ある。さあこれでノーサリバッター、強打の名捕手栗原、強打の名捕手。一塁タッチセーフ。第9取れる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 わけがない。ここで1点差。第9投げた、初球決まってストライク。ここ打たれたら変えるか。でも左バッターだしな、一応対左 B 持ってるんでね。投げました、打ちました。よしいいぞ。ボールを掴んだ、ショート早い打球だったか。よいオッケー、ショート正面でした。これでワンアウト。よしまだ左、もう左続くな。ここは行こう。投げました、よしいいぞ。カットボール強。一塁送球アウト。さあいよいよあと一人、あと一人。ここでキーか。対左 B 持ってるな、変えよう。シーロで、シーロって若いよな。2年目20歳のピッチャーここで胴上げ投手に持ってくるか。いやタミヤだな、それだったら。本当はイナクラにしたいんだけど、タイタル B かな。まだ25歳のタミヤでしょ。20歳で胴上げ投手ちょっと若すぎるわ。まだ早いよそれは。ちょっとお前このタミヤの見てみろよ、このタミヤのつぶらな瞳、目が停留だったからな。これぞ本当、ま、目が停、あのひまわりの種みたいな目してるじゃんこいつ。ライト、よーしよーしよーし、意外と長かったな優勝するの。てか優勝してか強くなってから優勝するまでが長かったな。だっていろいろ、あそう、選手放出されたもんだ。めちゃくちゃ流出するからな選手で。クラマックシーズンも勝てないし、日本シーズンも勝てないしな、こいつらは。よーし、あと勝てた、終わった。よし、78勝、去年より勝ち星は減ってるんだろう。絶対的に接戦だったから勝てたんだな。まあギリギリ、結構ギリギリだもんね、優勝できたかも。ピッチャー和田が200イニングぐらい、190イニングか。13勝6敗、11勝10敗、15勝6敗、
9敗。なんでカード負け数少ないんだろう。いや、あんま変わんないか。8勝5敗。7勝5敗。3勝9敗。0勝4敗。27ホールドか。中継ぎみんな投げてんな。57イニング、57イニング、50イニング。抑えで50イニングだもんね。40セーブ。50イニング。50イニング 2.32。優秀だな。3割4分2厘9本。OPS1 超えてるのが出口。3割44本。あ、島津より小島の方が OPS 高いんだな。スリーズだから問題か。あ、くしゃべりそう。でも、ね、島津とあんま変わんない。打率の割にはあんま手術変わんないな。万世。選球眼もついてないけど、結構出塁率高いね。横水 OPS8 ラインで3割15本打ってるけど、うん、鈴江出塁率5割。あ、選球眼あるからか。まあいや、そうか、打席が少なすぎるか。まあこんな感じですか。じゃあ進めていって最後見ようか。通算成績とか。渡部姫ベストライン取れた。やった。出口ファースト、サード名倉、ショート君、セカンド取れなかったか。あ、そうか、セカンドうち森川さんが途中からだもんな。ガイア越田が島津。あ、まあそうだな。で、固定したメンバーはみんな取ってるな、ベストライン。あ、MVP 出口、新人王名倉。名倉新人王なんだ。新人だろ、あれか。新人王の経験があって、新人王の資格があって、あの成績ですごいよな。史上最高の新人王じゃない、名倉。あ、でも上原とか20勝とかしてるか。打者としては史上最強じゃない。清原、あ、でも清原のがすごいか。清原ってすごくね、そう思ったら高卒新人3割30本でしょう。意味わからんじゃん。本塁打王打点王出口、最多安打越田、最多セーブ長倉、最初中継ぎ長岡。タイトル総なめです。13年か、結構かかったな。アオルバ一番最初に出てくるか。お前あんま15勝してるからか。渡井アンダースローだったんだ。あ、そうか、お前左のアンダーだったんだ。イラクラ 3.58。出口3割2分6人40本143打点。名倉23歳で、これはすごいね。越田27歳3割4分2分9本37歳1000位。島津23歳はっけ3割19人。横溝26歳3割0分1分15本61.7通り。渡辺29歳、渡辺ってまだ25歳だ、29歳なんだ。じじいだと思ってたのに。じじいだと思ったのにね。ペナントプレイレース13で日本一1回、クライマックスシーズン2回、優勝2回、ファン、ドラフト当たり確率 50%、ドラフト64人、自由契約外人0。あ、投手の日本シリーズ MVP 誰だろう。違う。日本シリーズ。あ、渡井か。じゃあうちの記録を見ていきましょうか。優勝2回、日本一1回、通算562勝1268敗、最多連勝10連勝、最多連敗152連敗。152連敗って。初年度から振り返っていこう。まあ初年度はまあゴミだからな、基本的に。しょうがねえ、これは。で、2年目で高瀬とかこっからずっといるんだな。渡辺もこっからいるじゃん。新人を取ってるし、一番最初4番キャッチャー。いきなり初年度で12本ホームラン打ってんだ、渡辺。すごいな。あの、渡井が入ってきてるね、ここで。渡井片桐とかね、渡井片桐。で、猪狩だな。GG とゴールデングラブと新人を。で、あとは誰かいるかな。
あ、奥平だっけ、奥平とかいたな、風間もいたな、風間強いな。あー、秋元新庄取ってんだ。あ、出口が来てる。ここでまさか出口があんないい選手になるとは思わなかったよな。最初来た時つなぎのショートだと思ったのに、誰かいいショートと来るためのつなぎなのかなと思ったら意外と良かったね。ドバシとかもいたな、 FA したけどな。あ、稲倉が来てる。2点台。あ、越田新人ルーキーでいきなりミート A だったんだよな。ミート A まで成長したんだよな。ミート D ぐらいから新人を取ってる。猪狩がゴールデングラブ、3割3分3厘打ってるよ。あ、ヒロキ1割7分3厘、ドラ1だったらいいな。ヒロキは片岡2割9分9厘か。で、ここで誰だ、誰か来たか、特に誰でも変わってないか。あ、横溝が取れたんだ。横溝を取ってショートで、出口が1回ベンチに入ったんだよな、この時に。秋元、渡部希2割5分か、片岡2割8分8厘。越田、秋元、片岡、猪狩4番、出口はまだベンチだからな、この時横溝がいるんで。あ、下島とかいたな。片桐すごいよな、風間も30ホールドしてるし。で、越田、秋元、横溝、あ、出口がここでサードのポジションを覚えてサードで出るようになってホームラン20本打ちました。そして飛ばし11勝、おー、最多セーブ最多ホールド取ってるね。稲倉、片桐、長岡、風間1点台で、打者の方も越田3割3分2厘で、ヒロキが、ここヒロキ良かったんだ、2割9分なら20本打ったんだから、これピークだよな、ヒロキの。猪狩が3割18本、出口が30本ホームラン、片岡3割4分6厘で、2027年で、土橋が最多勝か。片桐も33ホールドしてる。秋元が首位打者だったんだ、これ。越田が3割3分、秋元が3割4分8厘25本っていうすごい成績だな。横溝も3割100本、出口20本、片岡も3割打ってます。下島17勝、サーバル取ってるな。で、またいが最終防御率が、で、片桐が最多セーブ。ここで秋元が FA 制限していなくなりました。まあでも横溝がね、あ、横溝も集中取ったことあるんだ。で、出口も打点を。で、次の年は結構消えたんだっけ、これ。中継ぎとか消えたんじゃなかったっけ。じゃあ、抑えか。片桐が消えて、抑え奥平になったんだよ。48セーブ。48セーブってすごい。長岡ね、47ホールド。該当者なし。何それ。該当者なしって何、入れ替わりすまくったからってことかな。初めて見た、この該当者なしって。そんなのあるんだ。知らんかったな。7番がいなかったんだ、うち。消えた7番か。これ、清原ってことかな。犯罪者。犯罪、うちの7番犯罪を犯したのかな。清原だからみたいに伏せられてるのかな。そういうことか。そういうことなのかな、もしかして。で、30連。30連が今年か。40ホールド、29ホールドで1位なんだ。あ、え、ベストライン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 。1番から5番までベストライン。そして7番もベストライン。越田、オールスター出れてないんだな。かわいそうに。板倉もオールスター出てないし。通算記録は75勝が、まあ高卒だからな。だって30歳でしょ。こいつアンダースローだった。そういえばアンダースローだったな、こいつ。すごいな、アンダースローで152キロ投げるからな。意味わかんない。うちの選手がどこ行ったんだろう。みんないるかな。奥平いた。強っ。もともとこいつ FF だったんだよ。クソ強くね。 A まで上がったし。あ、風間だ。苦しめられたらこいつに、風間に。まさか日本シリーズで先発やるとは思わなかった、こいつが。2勝3敗10ホールド 6セーブ。あ、出た、片桐 1.99。 すごいな、こいつは本当に 1.99 って。しかも
1勝1敗3ホールド、今シーズン全然投げてない。それかもしかして勝ちパーじゃなかったのか。 2.75。 またピッチャー先発とかもいなかった、いろんなとこ行ったよな、うちの選手。あ、成川とか、あれ下山とかいなかったっけ。あ、下島か、いいね。打者は結局秋元だけか、うちから流出したのって。アンダー誰が言ってんだろう。あ、越田が1500アンダーか。9年で1500アンダーってすごいな。20代で2000本アンダーいける？あと400本、3年で400本いけるな。20代で2000本アンダー、20、坂本くらいのペースか、すげえな。片岡も27歳で1300本、猪狩29歳で1300本、26歳1300本、28歳で1200本、213本塁打。名倉、まあ名倉は1年間しか出てないし、いやそう思ったら横水高いな。通算打率3割打ってるしな。越田通算打率3割2分だからな。まあこんな感じでいいのかな。歴代記録も見ていこうか、ちょっとちらっと。誰かなんか乗り換えてるかな。あ、でもここら辺は、あ、4割、2021年に4割言ってる、聞いたか。まあ一回ここら辺はとりあえず終わりだ。次何やろうかな。次はまた考えます。それじゃあバイバーイ。